表情筋トレーニング自体を今までしたことがない方は、表情筋を動かすだけでもすごく大変なんですね。筋肉をほぐすようなつもりでね、いくとあとスムーズに顔ダンスができるようになると思いますね。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。今日はですね、初心者さん向け顔ダンス実践編をしたいと思います。表情筋トレーニング自体を今までしたことがない方は、表情筋を動かすだけでもすごく大変なんですね。いきなりこう顔ダンスそのものをバンとやるよりもですね、筋肉をほぐすようなつもりでね、いくとあとスムーズに顔ダンスができるようになると思いますね。今日はですね、曲に合わせて顔の筋肉をね、まずちょっと動かしてみるっていうところをやってみたいと思います。もちろんね、初心者さん向けではあるんですけれども、今まで頑張ってずっとやってる長いベテランさんもですね、一度この動きをやって、あ、表情筋ってこういうふうに動かすと気持ちいいんだなということをね、一緒にやってもらえたらなと思います。それではこれからですね、表情筋を動かすということに慣れていきましょう。曲を使って少しずつ顔をほぐしていきますね。頑張りましょう。はい、まずは口角に力を入れます。口角をグッと上げますよ。そのままキープしますよ。 It was years ago, but how can I forget?では緩めて、力を抜いて、はい、口角力入れて、口角をグッと上げる感じで、はい、緩めて、はい、口角に力入れて、緩めて、はい、力入れて、はい、緩めて、はい、ちょっとも長くいきましょう。はい、では上唇と下唇をグッと押し合います。はい、力を抜いて、はい、力を入れて、はい、力抜いて、ではちょっと長めに力を入れておきましょう。はい、押し合って、では口に空気入れて膨らまします。ほっぺと、はい、口空気を抜いて、はい、空気入れて、はい、次はこのその空気を移動してみましょう。横に、はい、反対に移動、はい、反対に2度。ではその空気を回しましょう。はい、反対回り、はい、空気入れて、全体的に、はい、抜いて、はい、空気入れて、はい、ではもう一回押し合いましょう。はい、力を抜いて、もう一回押し合って、はい、力を抜いて、はい、では口角を上げて、口角上げて、はい、押し合って、はい、口角上げて、はい、押し合って、繰り返します。はい、口角上げて、はい、押し合う、はい、口角上げて、押し合う、はい、口角上げて、ちょっとキープしましょう。はい、もう一回押し合って、いかがでしたか？最初は上唇と下唇をグッと押し合う動きもちょっと難しく感じたと思います。ちょっと途中でね、ブルブル震えたりとかもあったかもしれませんけれども、これを繰り返すとですね、だんだんとこの力を入れる感覚というのがね、分かりやすくなってきますよ。
今はねちょっと力を入れても入れてないような感じがしたと思うんですけれども、だんだんとそれがグーッと押し合う感じが分かってきます。それに伴ってですね、この口角も上げやすくなってきますからね。では次はですね、顔の上半分を集中的に筋肉を動かしてみましょう。はい、口角上げて、はい、では目を閉じて、はい、開いて、はい、目を閉じて、開いて、はい、目を閉じて、開いて、目を閉じて、開いて、今度開くときにはもっと思い切り開きましょう。目を閉じて、はい、グッと開いて、大きく、はい、目を閉じて、はい、もっと大きく開いて、はい、閉じて、目いっぱい開きます。はい、目を閉じて、はい、はい、では片方ずつウインクします。ウイン、はい、ウイン、はい、ウインク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 。今度は早くできますか。はい、ウインク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 。ではですね、眉毛の上に指を2本置いて、はい、この状態で眉毛の上げ下げをしてみましょう。ゆっくりでいいですよ。はい、眉毛を上げて、グッと上げて、はい、下ろす、はい、グッと上げて、下ろす。あまり眉毛を動かなくても気にせずに眉を上げることを意識してみましょう。はい、グッと上げて、下ろす、はい、上げて、下ろす、上げて、下ろす。はい、では眉を上げたまま、はい、キープしましょう。そのまま頑張りましょう。おでこのに力がグッと入ってますね。このままキープですよ。はい、眉毛をグッと上げたままキープ。はい、では眉毛を上げたままです。口角を上げてみましょう。笑顔のまま眉毛を上げるイメージですね。ちょっと大変ですよ。口角とおでこにも意識がいってますが、はい、全体の力を抜いて、はい、では片目つぶって、はい、片目つぶって、はい、片目つぶって、片目つぶって、はい、両目つぶって、両目つぶって、楽、はい、両目つぶって、楽。それを早くいきましょう。つぶって開いて、つぶって開くときは大きくつぶって、開いて、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 つぶって、はい、おでこもう一回巻きましょう。はい、ちょっと早くいきましょう。もしも早いのが難しい方はゆっくりでいいですよ。ちょっと調整してみてくださいね。上げて、下ろす、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 上げて、上げて、下ろす。ちょっとね、眉毛の上げ下げが難しかったかもしれませんね。眉毛を上げる動きというのはですね、上まぶたのたるみの改善にもなりますし、おでこのシワの予防と改善にもなりますし、顔全体のたるみの予防にもなるんですね。目の開きがすごく良くなってきます。で、顔全体の若返りにもとてもいいんですね。ですので、これからね、眉毛の上げ下げ、顔ダンスでたくさん出てきますけれどもね、しっかりマスターしてください。今日はね、本当に初めてやるっていう方も対象ですけれども、それ以外にもね、普段やってる方でもちょっとたまにこの動きをして、ちょっと新鮮な気分を味わっていただけたらなと思います。この動きが簡単にできるようでしたら、他の実践版にね、進んでいただいてもいいですからね。まずはゆっくりと今日の動き繰り返してやってみてください。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。おけんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おけんママでした。